はい、えー、このポッドキャストは、もう本当に <laughs>、えー、口から出まかせの人なのに、えー、怪談実話集をなぜかたくさん出している、えー、ホラー小説家の平山夢明さんと、えー、アメリカやヨーロッパの、えー、ブルーレイや DVD が日本語で簡単に手に入る、まあオンラインショップ、えー、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。 <laughs> というわけでですね、ダークナイト・ライジングの話をしたいと思います。はい。まあ、ものすごい、その、まあ、ダークナイトが前作が傑作だったんで、みんな、ものすごい期待して映画館に行ってですね、最初はまあ、みんな非常に期待してるから、アメリカも日本も映画費用は非常に良かったんですが、す、え、で、ー、にアメリカではですね、公開から何週間が経って、だんだんみんな冷静になってきて、よく考えると、見てる間、 どうも違和感があった。どうもすっきりしないと。で、それを言葉にし始めてですね、えー、急激に評価が下がっています。はい。えー、日本でもかなり、その、しっかりした映画評論家の人たちがですね、えー、絶賛していてですね、ダークナイトライジングに関しては、これはおかしいなと思ったんですが、まあ、映画評論家の柳下喜一郎君は、さすがに一発見ただけで、これはおかしいと。えー、非常に冷静に、 評価しししてて、えー、まあ、彼が正しかったです、ね、はいでどういうふうにおかしいかっていうとまあ早い話がそのいくつかの複合的な要素を強制的にこう合体させたためにですね整合性がなくなってるとで見ているとそのガタガタな感じっていうのが非常にリアルに分かってきて誰にも感情移入できないしその物語の方向性がわからないから誰を応援することもできないという問題があると思いますはい で、えー、まずですね、このダークナイトライジングって話は、三つの大きなお話を強制的に一つにしたものですね。はい。え一、ー、つは、1993年にナイトフォールという、えー、シリーズがありまして、それはまあ、バットマンシリーズなんですけれども、これはまあ、ものすごく有名なシリーズなんですね。それどうしてかっていうと、えー、表紙でですね、表紙でですよ。いきなりそのベインというその筋肉もりもりの敵が、バットマンの背骨を <laughs>、えバックブリーカーで、 へし折ってるところは表紙だったんですよ。それで、まあ当時ですね、あの、コミックスファン、特にあの、柳下喜一郎がですね、<laughs> バットマンの背骨が折られたみたいな感じで、その、えー、大騒ぎになったということでね。ベインっていうのはその表紙でいきなりバットマンの背中を折ってるんで、それからずっとバットマンの背骨を折った男というですね、えー、ことで知られているんですね。多分今回あの、ダークナイトライジングで、えー、ベインが出演すると、なった時に、えー、みんなが考えたのは、バットマンの背骨を折るんだな、と、普通に思ったんですね。はい。 で、前あの、ベインっていうのはですね、あの、ヘナチョコキャラクターとしてですね、バットマンとロビン、あの、なんだっけ、ミスター・フリーズの、え、逆襲にも出てたんですけど、その時は逆にその、背骨を折るような強いキャラクターじゃなかったんで、みんな何のために出したんだろう、というふうに思ったんですが、今回はまあ、みんなの思った通りのことをすると。え、それがナイト・フォールという、え、原作なんですね。で、もう一本の原作はノーマンズ・ランド。 という原作がありまして、これもバットマン・ノーマンズランドっていうシリーズでですね、1999年に書かれたものですが、 えこれはノーマンズランドっていうのは誰もいない土地って意味なんですけどもニューヨークじゃないや、ごめんなさい、ゴッサムシティ、ゴッサムシティといのはニューヨークですけどね、モデルにしてるのは、ゴッサムシティがですね、地震でですね、壊滅状態になって、それでまあ内部が完全にそのなんていうか無法地帯になってしまったんで、アメリカ政府が橋を全部落として、ですね、ゴッサムシティを孤立させて、アメリカ国内からですね隔離すると。 いう話で、それ中は完全な無法状態になって、ペンギンとかですね、バットマンの,その悪役たちが支配するんですね。で、これはまあ、あのストーリーの元になっているのは、あのジョン・カーペンター監督のニューヨーク1997という話で、マンハッタンがですね、なんていうか、でかい監獄になっちゃうという話がありまして、それが多分アイデアの元にあるんですね。はい。で、それがノーマンズランド。で、この2つ、そのバットマンの背骨を折るですね、ナイト・フォールとノーマンズランドを合体させてるんですね、今回のシナリオは。 で、しかもその上にですね、この、まあ、クリスファー・ノーランという監督の弟がシナリオのアイデアを出してるんですが、えー、彼が持ち込んだのは、えー、二刀物語という、テイルズ・オブ・トゥ・シリーズっていうですね、えー、チャールズ・ディッケンズの小説なんです。はい。 で、これはどういう話かっていうと、えー、フランス革命が舞台になってまして、フランス革命で、その、えー、まあ、貴族たちがですね、その民衆たちに襲われて、財産とかどんどん剥奪されるようになってると。で、そこから逃げてきたフランス貴族と、えー、イギリス人の飲んだくレの弁護士が顔がそっくりでっていう話ですね。これはちょっとネタ割っていいと思うんですけども、非常に有名なストーリーなんで、 その貴族フランスの貴族はです、ね、その自分の仲間とかです、ね、自分のところで働いた人とかを全部そのフランスに置きっぱなしにして逃げてきちゃったんですね。で彼らがです、ね、襲われていると民衆に、ね民衆のその。フランス革命というのはもともと民衆を搾取してその貴族が、えー、贅沢な暮らしをしていたから起こったんですがその民衆のていうか革命がです、ね、暴走してです、ねまあ、恐怖政治になっていくんですね。 その次から次にその裏切り者として、ですね、えー、売国道とか裏切り者とかですね民主の敵とか反革命ということでもって、人民裁判にかけられて、次々と議論ンにかけられて処刑されると、実際に何千人も殺されるという事態になりまして、もうすごいことになったんですね、恐怖政治の、ものすごいファシズムになっちゃったんですよ、最初は、えー、リベラルな革命として起こしたものはファシズムになってしまったと、全体主義になってしまったと、で、恐ろしいことになってると。 え、いうところで、自分の仲間が、そのフランス貴族が置いてった仲間を殺されるかもしれないっていんで、私は帰らなければならないということになるんですが、ある、まあ一人の女の子いて、その女の子に対する、まあ恋のさやてみたいなことはちょっとありましてですね、それで、え、そのフランス貴族にそっくりの、その飲んだくれの弁護士が代わりにそのフランスで処刑されるという犠牲になると。 いうまあ、あのちょっとキリストみたいなですね、えー、全人類のためにその処刑されたキリストみたいなものを象徴したものになって話が終わるんですが、それが二刀物語で、えー、この3つの話を、えー、合体させたのは今回のダークナイト・ライジングなんですね、はい。で、一番最初の前提はですね、前回のダークナイトから8年間経っていると。で、8年間ですね、ほとんど犯罪がなくなっているという設定になっています。 で、バットマン自身はその出動する理由がなくなったので出動していないと。で、8年間その犯罪がなくなった理由っていうのは、えー、前のダークナイトで出てきたですね、地方検事のですね、えー、ハービー・デントが、その、えデント法っていうものを、まあ、成立させたんですね。で、デント法っていう法律はどういうのかっていうと、えー、その、なんていうか、組織犯罪、マフィアの犯罪、ギャングの犯罪に関わった人間を厳しく処罰すると。 で、もう一つはですね、その警察内部に入っている、その、まあ、マフィアの、え法、ー、と通じている人とか、汚職をしている人も厳しく取り締まると。で、もう一つは、えー、なんていうか、仮保釈はしないと。そういうのに、えー、組織犯罪に関わった人は仮保釈はしないと。えいう制度なんですね。で、これはまず映画の中ではっきりと説明されないので、前作見てない人にはわからないし、前作でもはっきりと説明してなかったんですが、 これはまずそのクリストファー・ノーランのダークナイトシリーズというかバットマンの3部作の全体を通しているテーマなんですけれどもゴッサムシティという街が警察がそのマフィアと通じててマフィアというかギャンググループと通じててギャンググループによって腐敗しているという前提があるんですよで一番最初のダークナイトの最初のですねバットマンビギンズではそれと戦っているその、えー、ケイティ・ホームズが出てきて、えー、それをバットマンが愛していると で、とにかく警察内部が腐敗してるんだと。いうのがテーマです。それで組織犯罪、暴力、まあ、なんか暴力団っていうか、まあ、ギャングたちがはびこっているというのが前提にあって、で、前回はですね、えー、それに対して厳しい取り締まり、特にその警察内部の腐敗を取り締まろうとする地方検事のハーベイデントっていうのが、えー、途中でですね、まあ、ジョーカーという男にですね、その正義の心ゆえにですね、利用されてしまって、殺人者になっていくと。 いう話だったんですね。で、ハービー・デントはそのマフィアのボスのですね、ええー、まあ一番悪い奴のエリック・ロバーツまで殺しちゃいますし、ええー、なんていうか、ジョーカーがそのマフィアを利用してそのすごく善悪を揺るがすゲームみたいなことをやってる中でマフィアはかなり死んでいくんですよ、実際は。<laughs> はい。ええー、で、しかもそのデント法によって組織犯罪が厳しく取り締まられたために、ほとんど犯罪がなくなってるんです。だからバットマが出動する意味がないんです。 はい。で、あの、はっきりと伝統法の中で、で、あの、書類でですね、出てくるのはその、伝統法によってバットマンの必要性はなくなったということは書かれている書類が出てきますね、今回の映画の中では。はい。だから、バットマン出動してません。はい。これが前提です。これ大事な前提なんで、これは覚えておいてほしいです。これがダークナイト・ライジングの前提です。伝統法のおかげで犯罪がなくなった世界です。はい。 で、えー、ところがその、犯罪を厳しく取り締まるおかげで、その前科者たちがすごく社会復帰がしにくくなってるみたいなことはあるみたいなんですね。で、そのキャットウーマンがその自分がその昔泥棒だった、今も泥棒ですが、であることをそのデータを消すためにそのデータを消す、えー、まあそのコンピューターソフトみたいなものを盗もうとしてバットマンのうちに入泥棒に入ったりするんですけども、で、バットマン自身はですね、膝を悪くしてて、 えー、なんていうか、杖をついてじゃないと、その、ちゃんと歩けない状態になってるんですけども、で、その後ですね、膝にその、パワーギプスみたいな、パワードスーツみたいなのをちっちゃいやつをつけて、それで、えー、人を蹴ったりすることができるようになるんですけどもね。はい。で、あのー、バットマンっていうのはその、 まあ、その、一、ゴッサムシティ。今回、ゴッサムシティっていうのは、あの、ロケーションはですね、ニューヨークで撮ってますね。それ、どうしてかっていうと、えー、ゴッサムシティっていうのは原作ではほとんどニューヨークなんですよ。えー、マンハッタンなんですけども、マンハッタンを隔離するっていう話になってて、ぜ今までの2作は、その、シカゴでロケしてるんで、地続きなんですけども、今回は、その、隔離しなきゃならないで、ね、ゴッサムシティをノーマンズランドにしなきゃならないんで、えっ、ー、と、ニューヨークでロケしてますけれども、でですね、えー、その、証券取引所に、 そのベインっていうですね、えー、今回の悪役、ト,トム・ハーディカが演じてるその口のところにその、えー、痛み止めのなんとかガスを送り込むマスクをしている男がですね、えー、入りまして、で、その、まあ、ゴスタムシティを仕切っているその巨大なコングロマリットを経営しているその、えー、ブルース・ウェイン、あのまたの名バットマン、逆か <laughs>、えー、大富豪のブルース・ウェイン主人公ですね、の持っているその株をですね、えーまあ ハッキングによって奪うという事件をが起こるわけですねで。それはまあライバル企業に雇われてやっていることになってます、そのベインは。はい。でですね、えー、そのウォール街に入ったそのベインがそのコンピューターハッキングしながらオートバイでもって脱出するんですけれども、そのウォール街から。でそれをチェイスするっていうシーンなんですが、この辺からですね、映画のあちこちにですね、あれちょっとおかしいぞ。ちょっと変だぞっていうところは 出てくるんですね。その前から出てるって人もいますが、まずここから出てくると考えましょうか。まあ、その前から出てるっていうのは一番最初の冒頭の部分でですね、えー、CIA がですね、えー、まあ、ひどいことをしてるわけですけども、えー、その時にそのマスクを、口、のところにすごいマスクをしてるベインっていう、いう、いうのを、ね、飛行機に乗せちゃってるってシーンがあって、どうして顔を見なかったのかっていうシーンがあって、まずそこがですね、非常におかしい。はい。これ一発目のほわほわですね。おかしいところでほわほわほわっていうのを、 えー、入れたいと思いますけども、はい <coughs>。で、まあいいや。で、ベインっていうのは、口のとこにマスクをしてる理由っていうのを、その、えー、そこから痛み止めのガスが出てるんだと。これがないとすごく痛いんだっていうような話をするんですけども、これも、よく考えると、ちょっと、な感じなんですね。はい。で、まあ、それはいいんですが、で、まあ、ウォール街、ウォール街とは言ってませんが、商品券取引所に入って、そこからバイクで脱出すると。 で、その時にバットマンが8年ぶりにですね、その、えー、まあ、出動するわけですよ。あの、すごいバットモービルでね。はい。で、警察はその前のハービーデント事件のことはあるから、あの、バットマンは、悪い奴ってことになってるんですね。あの、ハービーデントを殺した悪い奴ってことになってるんで、警察はバットマンの方を追っかけるんですが、えー、ここですごくおかしいのは、せっかく、えー、ベインを警察は追っかけなきゃならないように、バットマンが出てきたためにバットマンを追っかけるってことで、バットマンは結果的に、 ベインを追跡するという警察の行動を邪魔してます。はい。で、もう一つ、これは見てて、フッと気がついた人がいると思うんですけれども、えー、証券取引所っていうのは、午後3時までしか開いてないんですね。だから3時前なんですよ。あの、ベインが証券取引所を襲ったのは。ところが、その、バットマンの追跡シーンに始まる、が入ると、もう夜なんです非常に夜遅い真っ暗な状態になってるんですよ。だからこれはどう考えても、 最低でも4時間が5時間経過してるんですね、この間にね。これは、ですね。はい。今度何個出てきたでしょうか。はい。で、えー、その後ですね、バットマンは、えー、そのハッキングによって自分の持っている持ち株を奪われてしまいます。はい。これは、あり得ないです。はい。なぜならば、ベンが、証券取引所を襲ったことはみんな知っているからですね。 えー、証券取引に関しては、どこの国にも必ず、証券取引監視委員会というのがあります。名前は変わってても、その、不正な証券取引に関して、それを監視して管理する委員会は必ずどこの国にもあります。はい。ですから、こういう不正な違法行為によって、えー、移動された証券に関しては無効になります。はい。 <noise> バットマンの財産を株を奪うっていうそのプロット自体が成立しないんです実際ははいでこれも多分みんな気が付くと思いますな,なんでこんな違法に明らかに盗まれたものにみんな文句やらないんだろうとえー、<laughs> バットマンも文句やらないんだろうっていうねこれは多分見た人はかなり気が付いたと思いますはいでまあベインはですね地下にすごい何て言うか軍団を連れてですねこの下水道のところにまあ なんていうか、もう帝国みたいなものをよくわかんないですけど、作ってるわけですけども、えー、そこでですね、バットマンと対決しますね。それで、バットマンはまあ負けるわけですけども、それで、まあ,あ、背骨を折られるんですが、そこのところでですね、えー、バットマンを殺さないんですね、ベインは。で、殺さない理由は、お前は死を恐れていないからだって言って、で、本当にお前に対するその拷問をするには、その、えー、一回希望を見せてやる。ね。 で、その、この街、ゴッサムシティの人たちにも希望を見せてやると。ね。で、それを打ち砕くのが一番のひどいことなんだと。拷問なんだって言うんですね。で、どうしてそういうことをするかというと、自分自身もそのバットマンと同じのですね、えー、なんていうか、組織にいたんだというわけですね。えー、で、その、自分はその刑務所、 みたいなところから育ったんだっていうんですけど、これは原作の設定にあるんですね。えー、そういうところで育ってた男がベインなんですよ。で、バットマン自身もそこでその忍術みたいなことの訓練を受けたっていうことはバットマンビギンズに出てくるんですけれども、えー、その組織のものなんだそれで、お前はその組織の裏切り者なんだって話をベインはするんですね。で、これはですね、えー、はっきり言って忍者の抜け人とかの世界ですね。この抜け人っていうのは、 あのー、多分外国でもよく知られてるんですね。抜け人のモチーフってのはよく出てきますね。はい。だからカムイガイデンみたいなやつですね。その昔お前は忍者だったのに、それを抜けたんだな、ということなんですけども。で、あのー、そのバトマンがいた組織っていうのはあの、えー、リーダーはですね、ラーザール・グールっていう人がやっててですね。これはあの渡辺健とですね、えー、なんだっけ、リアム・ニーソン。 がやってましたけれども、えー、まあそういう、なんていうか、アジアっていうか、なんていうか、まあはっきり言うと、これは、あの、イランとかの、えー、暗殺集団が昔あったんですよ。宗教暗殺集団が実際に、その、えー、イスラムのところにはあって、その、それがモデルになってるんですね。えー、アサシンっていう言葉がすごく、あの、暗殺っていう意味でありますけど、アサシンっていうのはもともとその、えー、イスラムのその宗教暗殺集団のことだったらしいですね。はい。で、あのー、 でまあ、そこでまあ、すごい、なんていうか、あの、鍛えられたんで、バットマンというのはすごい組織になあすごいすごい正義のヒーローになったんですが、その影の同盟っていうものがあって、そこで育てられたのがバットマンで、そこから抜けたのが、えー、ことで、その影の同盟で育った、その、えー、ベインが、まあ、お前を処刑しに来た、みたいな話になって、あっと分かるわけですね。えー、それで、お前を苦しめるには、一回希望を見せてやるって言って、そのゴッサムシティを、俺は希望を見せてから破壊するんだ。 お前はそれを見ることによって、えー、それが拷問なんだって言って、で、その、えー、なんていうか、あの影の同盟の所有してるのかなんか、あれはっきりしないんですが、えー、まあ洞窟になっているその、えー、刑務所、そのベインが育ったっていうその刑務所にバットマンを入れるんですね。で、ここでまず不思議なのは、その、えー、ピット、ピットって言われてるんですけど、言葉の中では、まあその刑務所ですね、が、 明らかにセリフの中でも出てくるんですけども、アメリカじゃないところにあるんですね。で、ビギンズから想像する,像するとインドとかチベットの方にあるんですけどね、うんえー。で、ベインの方の、その、漫画の方のキャラクターでは南米かなんかにあることになってるんですけど、どちらにしろアメリカと別の大陸にあることになってるんですよ。それは確実なんですね。アフリカにあるかもしれないですね。で、そこまでバットマンをどうやって運んだのか。 飛行機に乗せて延々と、その向こう、そこまで送りつけたのかと。その間、クリスチャンベールじゃねえや、あの、ブルースメイは何してたのか。で、それを運んだ人たちはどうしてるのか。これが分からないんですね。描かれないんですね。で、もう一つは、その、ピットっていうのが、その、なんと火山みたいになってて、おっきい洞窟の中にあって、上の方が空いてるんですね。火山の加工みたいに。で、そこに登ることができないと。 えー、で、ずっと外、出口を見ながら出られないっていうことですごい、希望を見ながらそれが達成できないってことで辛い思いをするんだ。それが本当の絶望なんだよ、というようなことをベインが言うんですね。それ、そ,れそこに入れられるんですよ。背骨が折れた状態でね。バットマンはね。で、この、えー、その、なんか刑務所ではテレビがあるんですね。で、テレビがあって、そこで、その、ゴッサムシティで何があるかを見せられるんですよ、バットマンは。 で、ところがですね、これ、ここね、さっきも言いましたが、えー、人里離れたところにあるわけですよ。アジアとかアフリカとか南米の奥に。ね。でも、ゴッサンブシティのテレビが見れるってことは、明らかにケーブルか衛星放送が繋がってるわけですね。すごくいい感じですよね、それね。電気もあってね。結構いいとこですね。ところが、その代わり、そこには誰一人として監視してる人がいないんですよ。そこ。 刑務所なんですけども、監守がいないんですね。で、これ監視がいないほど絶対に脱獄不可能だからだという説があるんですが、これは後ではっきりわかってくるんですが、すでにそこから出た人がいるんですよ、過去に。すでにそこの穴から脱出した人が過去にいるにもかかわらず、監視を置かないっていうことはおかしいですね。あと、もう一つは、その、 バットマンを苦しめるために、そこに行ってテレビを見させるっていうんだったら、そのバットマンが苦しんでる状態を彼らは見ないでいいのかと。はい。で、誰も監視がいない状態だったら、これ、上から出なくても、穴を掘ることができますよね。な、あのー、すごく、年取った人が何人かいて、昔からずっと入ってるっていう人はいましたけど、そんなに何十年もあったら、それ、トンネルを掘って脱出することができますよね。 ねでまたねそこに入ってですねその洞窟に入っていてそこで中から登ることはできてそこから出たものは1人しかいないっていうんですねけどもその,その穴のところでジャンプをしなきゃならないとかってそこで何度もジャンプをするというシーンがあるんですけどまあ,そ,あその前にもう一つ重要なことがありましたねそこであの、えー、バットマンの背骨が折れているって言ってですね、えー、それをなんか後ろから <laughs>。 気合い入れたパンチでバキッと叩くと治るというシーンがあるんですね背骨が一発でそれは逆に背骨悪くなりますどんな視圧でもダメですね背骨が悪くなってるっていうか背骨が動けなくなってる状態っていうのは一体何を指しているのかっていうと2つ考えられるんですねで1つは完全に脊椎が折れてしまってその脊髄が損傷してる脊髄っていう神経ですねが損傷している場合それ下半身が不全になってる もしくは背骨の突起物の部分だけがその損傷している場合ってのがあるんですね。その2つが考えられるんですけど、どっちでもパンチしたら悪くなるだけですよ。<laughs> これね、原作で背骨を折ったものをどうして治すかっていうと、原作のそのナイトフォールではですね、えー、すごい治癒能力のある超能力者が出てきて、それによって治るんですよ。というのは、 背骨は脊椎が折れたりして脊椎が折れたりした場合に、その治すか、治るかどうかって、今現在の科学では治せないわけですよ、医学では。だから、そのスーパーな、その、えー、超能力を持ってる人が出てきてそ、その人たちの、その、最高ネシスの能力によってバトマン治るっていう話になってるんですね。 でナイトフォールの,その原作を書いた人はです、ね、ダグモンチという人がライターの一人にいるんですが僕はダグモンチさんにです、ねえー、インタビューに行ったことがあって自宅までその、えー、ペンシルベニアの方に住んでいらっしゃる方でニューヨークからです、ね、車で3時間くらいかけて行ったんですけど4時間くらいかかったかな。で行ったら彼は東洋系のものが非常に好きでいろいろ研究しててでそこからいろいろなことをかんアイディアを考えたんだよみたいな話をしてましたけどゴジラあのマ,マーベルコミック でゴジラが出てきた時の話もあのダグモインチさんん書いてるんですよね、えー、将軍オリア』っていう話とかも書いてましてまあでまあ,あの背骨うんぬんのあたりは彼が一緒に考えたとみたいな話をしてましたけれどもまあそういう話なんですよあのだからそれをそれぐらい大変なもの超能力じゃなければ治せないものをパンチ一発で治すなよっていう <laughs> 壊れちゃうよっていうところですねはいでその後ですねその、まあ、バトマンはその穴から出ようとしてですね えなんていうか、その、何度も何度も、こう、ジャンプしては失敗する、ジャンプしては失敗すると。それで、あの、ロープでぶら下がった状態で、こう、叩きつけられたりするんですが、ここで、あの、アメリカっていうのはすごくですね、ロッククライミングやってる人が多いんで、ここでロッククライマーの人たちが、すごく疑問を呈してブログとかでですね、あれはおかしいってみんな言ってるんですね。えなぜならばロープがですね、えあの、出口の端っこの、ほとんど出口ギリギリのところからぶら下がってるんですよ。 あのロープを使えば出られるよってみんな言ってんですね。ロープをよじ登ればいいじゃないのと。高いところについてんだからと。これはおかしいんですね。で、これはね、ロッククライミングのそのロープの付け方っていうものを多分この勘違いしてるんですね。えー、これはあの山登りした人ならわかるんですけども、山登りの際のロープっていうのは、その自分が登ってく前にこう、 そこにある固定してそれから上に登っていくんですよそれで滑落したり落っこった時はそのロープよりも上に自分の体があってそれで落ちるんでロープによってぶら下がるという形でロープの固定してあるところよりも上に行くためのものなんですね。<laughs> それが山登りなんですけどどうもこの、えー、スタッフの人たちの間ではロック,クライムに関しての知識は多分なかったんだと思うんですけどもすでにその自分の体にも上にロープを固定してあったらば そこに行けばいいだけのことなんですよ。だからあのジャンプは意味がないんです。全く。はい。えー、もう一回やっといた方がいいかな。いいか、ふわふわは。はい。<laughs> で、まあ、そういう話で、あの部分のピットの部分はもう全く話が成立していないんですね。えー、それで、どうしてこうなっちゃったのかなと思ったら、まず、あれは原作にあるベインが育ったピット、えー、プリズンっていう、その、監獄っていうものを元にしようとしたのと、 もう一つですね、原作にあるんですが、えー、ラザルスピットっていうのがあるんですね、原作に出てくるんですが。で、これはあの、えー、その、闇の軍団だっけえなんだっけえー、すぐ名前忘れちゃうんですけど、えっ、ー、と、影の同盟だ。全然違いましたね。影の同盟が持っているものなんですよ。で、なんていうか、あの、影の同盟のリーダーのラザルグールの、なんていうか、強さの秘密なんですね。っていうのは、その、 地球から出てくるそのパワーみたいなものがその漏れ出していく部分があってです、ね、そこに行くとその、えー、体が治るというところがそのラザルスピットというもので,で途中からです、ね、それは1箇所じゃなくて地球に何箇所かあることが発見されていくんですけれども、えー、このアイディアはです、ね、ウォンテッドというです、ね、がありましたねアンジェリーナ・ジョリーの、えー、あの中でどんな傷でも治る温泉というのが出てくるんですがあのお風呂というのが出てくるんですが多分それは。 このバットマンシリーズに出てくる、そのどんな病気でも治るそのラザルスピットが元になっていると思います。はい,っていうのは、原作者、ま、あのウォンテッドの原作者はもう本当にバットマンとかの大ファンなので、絶対そこから撮ってると思うんですね。で あの、だからそのピットに入ると病気とかその背骨が折れたのも治るっていうことにその、まあ、したのは結構アイデアとしてはおかしくないんですけれども、えー、パンチ一発でとか、<laughs> あのベインの脱出したその刑務所とごっちゃにしちゃったんですごくぎこちないっていうか、まあ、矛盾だらけになってしまっているんですね。で、もう一つの話で、えー、その バットマンはその5ヶ月間、セリフの中で5ヶ月間というセリフが出てくるので5ヶ月間そのえピットの中に入っている状態になっているわけですけれどもその間、ベインがですねゴサムシティを支配するんですがその支配する方法というのは警察官を地下に呼び込んでえその彼らを閉じ込めてえ警察がいない状態になったんでそので地上を支配するという話になっているんですね。 で、ここでまずその地下に警察官、ごサムシティの全警察官が入るということになってるんですが、こんなバカな計画っていうか、襲撃をする警察はないですよ。すべての警察官を一箇所に出動させないですよ。<noise> じゃあ警察機能止まっちゃいますからね。これはありえないですね。 えそれで閉じ込められて警察が亡くなっちゃったって、そんなまぬけな話はないですね。はい。で、あのー、またですね、その、警察官何人ぐらいいるかっていうと、このゴッサムシティに何人いるかちょっとわからないんですけども、ちなみに他の街で、アメリカの他の街でどのくらいいるかっていうのを調べてみるとですね、ニューヨーク、まあゴッサムシティがモデルにしているニューヨークは3万4千人です。制服警官が。えー、で、今までのビギンスとかの 受ケ地になったシカゴは1万2000人です。はい。えー、もっと小さいサンフランシスコって間違いありますけど、サンフランシスコの警察官は制服警官だけで2000人です。はい。2000人が回一度にですね、最低と考えても2000人ですよ、警察官がサムシティのね。一つの箇所に出動するさせるってことはありえないですよ。これはありえないですよ。こんなことは。だって警察機構止まっちゃいますからね。はい。 で、まずこれがアホらしいということですね。はい。で、えー、それをまあ、地下に閉じ込めるんですが、ベインたちは、えー、なぜ殺さないのか分からない。バットマンに関しては、そのさっき言った、その、えー、辛い思いをさせるために、殺さないよっていうようなことを言うんですけれども、警察官は殺さない理由ないですね。だって誰でも殺しちゃう人がバベインなんだから、殺しちゃいいですね。毒ガスかなんか出したり。もうそれこそ。 えね、何したって殺せるわけですから、閉じ込められてる状態だから。なぜ警察官を殺さないのか。それで殺さ,殺さなかったために後で警察官に復讐されちゃうわけですけども、逆襲されちゃうわけですけども、ベインが警察官を殺さなかった理由がわからない。はい。で、今度ベインはですね、えー、スタジアムでですね、えー、バットマン、ブルース・ウェインが開発した核融合炉を、えー、水爆に切り替えて、 水爆に変更させて、まあ、それででアメリカ全土をすすんですねつまりこの島に入ったらこの五サムシティに入ったらこの水爆を爆破させるぞと、えー、中で中性子爆弾って言葉を使ってますけれども、えー、中性子爆弾というのは水爆なんですよね、えー、水爆にある加工をすると中性子爆弾になるんですけれどもだからまあ水爆なんですよあれはで核融合炉っていうのは、えー、ものすごくです、ねえー、高温になるので 冷却が大変なんで、ちっちゃくできないって言われたんですけども、この映画の中では、その、いわゆる常温核融合ってことは可能になってるというフィクションですねで。常温核融合っていうのは普通の温度で核融合が行われるという、もう、あるかは、何かわからないっていう、本当にあったら夢のエネルギーって言われてるものなんですよ。はい。で、まあ、それを水爆に変更するとてのは非常に難しい作業ですね。っていうのは えー、核融合っていうのは連鎖反応が起これ、起こらないことになってるんで、爆弾にできないんですね。えー、ただまあ、それができる人はロシアにいて、で、その人はそのできるっていうのを論文を発表して、それで、えー、核融合炉を水爆に変更、まあ、切り替えるために、えー、ベインが彼を誘拐してくるという設定になってるんですが、で、水爆にする作業はわずか数分で、それも何の、 えー、特別な機材や設備もなしでですね、簡単にできちゃうわけですけど、<laughs> そんな危ないものを持ってるなよ、おいっていうね、そんな危ない、それしかもその方法はもうすでに論文として発表されてるわけですから、<laughs> ブルース・ウェイン、ちょっと焦ろよっていうか、そんなもんほっとくない、今まで。<laughs> ということなんですよ。はい。で、まあ、それでまあ、アメリカ全土を脅して、その、まあ、 マンハッタンを支配すするわけですけでども、ここでですね、えー、なぜかですね、えー、貧しい者の,のためにやったんだみたいなことになってきて、その金持ちからその財産を奪おうみたいな話にするわけですけれども、えー、ここでそのベインがそういうことをやってもですね、すごく実感がわかないのは、まずそれに対する市民の普通の人たちの反応が描かれないんですね。で、それで喜ぶのか、怒るのか、わからないんですね。で、その前からその、 金持ちたちに対する貧乏人の不満があったのかどうかもわからないんですね。だから彼がやろうとしたその、えー、金持ちの財産を奪うんだってこと自体が、一体どういう意味を持つのか、その、防災無視の市民にとってそれが全くわからないんですよ。で、実際の今のアメリカで起こっていることっていうのは、あの、まあ、金融業界の奴ら、はっきり言ってウォール街の奴らが、えー、バブルを起こしてですね、 で、それによって、金融崩壊が起こって、で、株を買ったりする能力のなかったような、その貧しい人たちの職を奪ってしまったと。で、株の売買ってことに関して全く関わりのなかった普通の庶民たちの仕事が、その株の売買をギャンブル化していった人によって奪われたんでみんな怒っていて、えー、金持ちたちに支配されてるアメリカから、その庶民の手に、その、 えー、アメリカを取り戻そうということで、えー、ウォール街に対するその、えー、反対運動、いわゆるそのオキパイ・ウォールストリート、ウォール街の選挙戦運動がアメリカでは起こっているわけですね。で、このバットマンのシナリオっていうのは、そのウォール街選挙戦運動が起こる前に書かれたということになっているんですが、だからその、えー、クリスファン・ノーランは、これは関係ないと、えー、これはフランス革命におけるその恐怖政治というものを描いているんだと、そのえー、ダークナイト・ライジングは。 だからそのオキパイ・ウォール・ストリートとは直接は関係ないんだという,ふうに言ってるんですがこれはちょっと無神経ですねでどうしてかというとまずシナリオを書かれたのはそのオキパイ・ウォール・ストリートが起こる前だとしてもその前からその金融業界によってそのアメリカ経済と世界経済崩壊したとバブ,ルによって、えー、バブルを作り出されたことによってアイスランド経済も、えー、崩壊したわけですから。と、えー、ということで金融業界の,その 放落な行動が問題になっていたのはずっと前から2008年からなんですよ。だからこれはそれを考えなかったシナリオを書いた作業自体がおかしいということと、すでにそのシナリオを書いて撮影が始まるときには、えオキパイ・ウォール・ストリートは起こっていたので、そのことを考えなかったっていうのはあまりにもちょっとおかしいということですね。で、まあそれでもいいんですが、ただ完全にエンターテイメントとして考えると、その えー、証券取引とかに対して、その、えー、その不正に対して起こった人たちを警察官が弾圧するという形になってますが、あの、このダークナイトライジングでポスターとかもそうですが、これはあの、ウォールストリート選挙制御運動をやった人たちに対して警察官が、あの、唐辛子スプレーをかけたり、その警棒で殴ったりして問題になって、その、それ自体をですね、えー、がみんなの記憶にある状態で、しかも今もその経済崩壊とか失業問題とい続いている状態で、 えー、警察官によるその、えー、貧乏な人たちのその抗議行動みたいなものをその、えー、正当化するような話にするということ自体はあまり筋が良くないですね、はっきり言って。あの、商売としてもこれはうまくないですね。と思いました。はい。あの、で、これうまくする方法っていうのはあるんですよ。まず最初の方で貧しい人たちが 困ってる、不満を持ってるってことを描いとけばいいんですね。だったらそのベインがそういった時にそういう人たちが喜ぶと。いうことでその暴動が起きるみたいなね。その、ベインのやる、その、えー、まあ、こういう、まあ、ごっさむしって選挙制を運動に対して賛同者がいるという伏線を作って、しかもその賛同してる人たちの動きも出さないと、えー、ここはちょっとよくわからないんですね。えー、それが全くないと。 一つはいでもう一つはそのベインが言ってることがちょっとおかしくてベインはそのセリフの中ではっきりと「ごブシティに希望を見せる」って言ってるんですねだからこのえー、金持ちから財産を奪って貧乏人に還元するというですね富の再分配みたいなものはベインにとっては市民に対して希望を見せる行為だと彼ははっきり言ってるんですよ これもよくわからないんですね。<laughs> はい。えー、そうなのっていうね。だそれはそうなのかどうかっていう反応を見せるべきですね。市民たちのね。はい。これがないからよくわからないと。で、もうすでにこの段階でですね、あのー、最初にバットマンに対して、これは最終的にはその、えー、この街を破壊するためのことであって、破壊するのは最初から目的で、一回希望を見せてから破壊するんだって言ってるんですけど、それに5ヶ月間もかけてるんですね。 5ヶ月間もかけたら、バットマンどころじゃないと思います。はい。アメリカ政府が動いてるはずです。で、これ、セリフの中で5ヶ月間に、その、マンハッタンに入ってきたのは、ネイビーシールズが3人だけだっていうセリフが出てくるんですね。これ、時間が経てば経つほど、アメリカ政府は、その、えー、このベインに対する、その、なんていうか、対策を講じて、それに対して行動ができるはずなんで、時間をかければかけるほど、ベインの作戦というのは失敗に向かっていくわけですよ。ね。 だ作戦としておかしいんですね。しかもバットマンもその間に回復してしまうわけですからこの映画何がおかしいかっていうと、これよくある、アメリカでは本当によくあるですね、えー、悪役の犯す間違いの基本で、その、主人公に対して、最も精神的な屈辱を与えるために、殺さないで、その、悔しがらせるということをしているうちに、悪役が、 主人公にとどめを差し損なって逆襲されるという、本当によくあるパターンで、これをやってるんですよ。これはね、あのー、一番よくある、あのー、話で、その、悪役がですね、主人公を徹底的に追い詰めて、主人公がもう全く身動きできない状態になって、拳銃を突きつけられたり、縛られてる状態でもって、その悪役が言うんですね。メイドの土産に教えてやろうと。実はこうでこうでこうでこうだったんだよ。悔しいだろ。 言ってわざわざ全部教えて真相を観客に向かって解説すると。で、その間にその、えー、殺されないで済んだから、主人公か主人公の仲間がその悪役に出して逆襲しちゃうんですね。そんなこと言わないさっさと殺せばいいんですね。ねえ。<laughs> そうやってわざわざお前をく、悔しい思いをさせてやるためだってか、お前を苦しく、苦しめるためだとか言ってる間に、そのせいで負けてしまう悪役。 っていうのは、本当に昔からよくある、爆発薬ですで。全くこれも、このベイも同じことやってます。<noise> はい。で、まあ、あのー、バットマンはですね、とにかくまあ、脱出するわけですね。あの、ピットからね。で、脱出したときにですね、まず、無一文で、えー、パスポートも持ってない状態で、 どうやってそのアフリカだか、インドだか、インドの山奥でか、その南米だかからですね、えー、アメリカに帰ってこれたんでしょうか。これがまずわからないし、えー、全く描かれない。あの、ひッちゃイくしたんじゃないかと思うんですけども、まあ隠し財産とかいろいろあったとかね、そういう設定にしてもいいんですが、では描きゃいいですね。はい。で、それ描かないから、すごく不自然な感じになってます。はい。 で、でし、しかもですね、その、完全に閉鎖されてて、えー、ネイビーシールズが3人しか入れなかったと。言っているところにですね、バットマンはなぜか入っちゃうんですね。はい。えー、ネイビーシールズ3人しか入れないところにバットマン入っちゃうんですね。はい。<noise> そんなに簡単に入れるんだったら、アメリカ軍も入れるはずですよ。で、氷があの、川に張ってあるから、そこから入れる、出入りができるんだっていうことだったら、 あの、まあ、軍隊だってみんな入るわけね。ネーブシリーズ 3, 3人しか入れないっていうのはおかしくなっちゃうんですよ。はい。そこがおかしいとね。とにかくね、こういう話ってのは、おかしいところが摘した場合でもこれはこうなんだ、こうなんだって言って、その観客は自分の想像力で補わなきゃ、補えばいいだろうとかね。えー、目をつぶればいいだろうと。まあ、そんなこと小さな間違いだと。なぜそんなに観客は一生懸命かばわなきゃなんないんですか映画の穴を。なぜ脚本家や監督が穴を開けっぱなししてたところを観客は埋めてあげなきゃいけないんですか その穴を埋めるのは映画を作ってる側の責任ですよ。はい。それと、穴があってもいいんですよ。気がつかないようにすれば。でも気がつかれちゃったらそれは失敗ですね。はい。で、まあもう一つは目をつぶれって問題なんですけど。<laughs> なぜ目をつぶらなきゃいけないんですか、映画見てるのに。なぜ私たちはある無理な行動しなければいけないのか、映画を見てて。はい。というわけで、この続きはまた来週のバッドタイム、バッドチャンネルで。<laughs>